中目とはなるべく彼女の目に留まるのを頭文字を取ったものである。先輩、奇遇ですね。たまたま通りかかったものだから。奇遇ですね。たまたま奇遇で、まあ奇遇、まあ奇、まあ、私はなるべく彼女の目に留まるよう心がけてきた。君は外堀を埋めているのが好きだよね。目の前に相手がいるのになぜぶつからん。日は熟しつつある。必要なのは待つ勇気である。あの子がスケートボードキャって思って通り飛ばす。雨どいスラッと滑ってゆる闇が光る。まずい、タンコ、私の思い描いていた台本ではない。理由のない悲しみをでも膝に詰め込む。彼女が愛読していた本を手に入れれば心をつかむのはたやすいとか思っていたんだろう。私には私の間合いってもんがあるんだ。こうして出会ったのも何かのご縁。彼女の情報も集められている。知りたくはないのかい。このパンツを履き替えはしない。彼はいよいよ一世一代の勝負をかけるらしい。よっしゃなもん、開演。このまま彼女に思いを打ち明けることなく一人ぼっちで明日死んでも悔いはないというものがあるか。先輩、夜は短し歩けよ乙女。